カス正一は、日本の政治家。日本共産党から、衆議院、議員一期、参議院、議員二期を務めた。長野県上稲郡小ゃ村出身。高等小学校卒業後上京し、芝浦政策所勤務の頃に労働運動に参加する。電気学校卒業。1928年日本共産党に入党、まもなく3.15事件で検挙され、 懲役5年の判決を受ける。満期出国後、京浜工業地帯で密かに、党再建の運動を続けるが、1940年5月、再び検挙される。戦後、出国すると、再建された日本共産党の幹部として活動し、1945年12月の第4回大会で、中央委員候補、まもなく、政治局委員。 1949年の総選挙で旧神奈川一区から衆議院議員に当選するが1950年に GHQ の命令で公職追放を受け失職。さらに1950年7月団体登記政令に基づく出頭命令を拒否した団ただ指令事件で逮捕状が出されて逃亡するも3ヶ月後の同年10月に逮捕された。裁判で 懲役3年の実刑が確定し、1953年まで、極中にあった。1954年3月、党中央指導部議長就任。1958年、党中央委員会幹部会員。その後、1965年の参議院議員選挙に、全国区から立候補、全国2位の得票で、当選。1971年にも当選し、連続2期。 参議院議員として務めた。その間、1974年から参議院、懲罰委員長も務めている。1977年の選挙で三戦目を目指したが、落選、活動の第一戦から引退した。この間日本共産党国会議員の沖縄渡航の権利が得られて、1970年4月28日、同僚議員林百郎と共に公然と沖縄の土を、 踏んだ。規定は、労働者詩人の船形大事。その縁もあって、没後刊行された、船形一州の大事を記号した。ありがとうございます。